組織学。組織学。ギリシア語で、組織を意味すると、科学を意味するマイナスロージアの複合語は、植物、動物の細胞、組織を観察する、顕微解剖学。解剖学から発展し、生物学や医学の重要な方法論の一つである。細胞学が細胞の内部を主な対象とするのに対し、組織学では、細胞間に見られる構造を。 機能的な関連性に注目する。組織学で最も基礎的な主義は固定や染色といった手法を用いて用意した標本の顕微鏡観察である。組織学研究は組織培養を活用することも多い。組織培養とは人や動物から採取された生きた細胞を管理し様々な研究目的に人工環境で培養することを指す。組織染色は 標本の観察や微細構造の見分けを容易にするためにしばしば行われる。組織学は発生生物学の基本技術であるほか、病理学でも病理組織の検査に用いられる。癌などの病気の診断をつける上で、検体の病理的検査が日常的に使われるようになってからは、病態組織を顕微鏡的に観察するが、の重要なツールとなった。海外では、 経験を持った内科医、多くは資格を持った病理医であるが、組織病理の検査を自ら行い、それに基づいた診断を下す。一方で、日本では病理専門医が検査と診断を行うことが多いが、各地でこの病理不足が叫ばれている。海外では、検査のための組織標本を作成する専門職を、組織学技術者、医療科学者などと呼ぶ。 以上はすべて役者役。彼らの研究領域はヒストーテクナラジー、分け、組織科学と呼ばれる。科学固定は、組織の劣化を防いだり、細胞構造や、細胞小器官、霊、細胞核、小胞体、ミトコンドリア他などの細胞内部質を保存するために行われる。光学顕微鏡向けの最も一般的な化学固定は、10%、中性干渉ホルマリン。 リン酸干渉性離食塩水に4%のホルムアルデヒドを加えたものである。他にもブア安液などが用いられる。電子顕微鏡に対してはグルタルアルデヒドが最も汎用され、同じくリン酸干渉性離食塩水に2.5%のグルタルアルデヒドを加えて固定液が作られる。これらの化学固定は非可逆的にタンパク質感に加強することで組織や細胞を保存する。 アルデヒドは、主にタンパク質の網の素を加強するために用いられ、ホルムアルデヒドの場合は、メチレン加強グルタルアルデヒドの場合は、CH 加強を形成する。固定を行うことで、細胞や組織の構造はほぼそのまま保存されるのに対し、酵素などのタンパク質は、損傷してある程度の変成を起こす、可能性がある。 タンパク質の損傷は、ある種の組織学的主義には有害なものである。電子顕微鏡向けには、4酸化オスミウムや酢酸ウラニルなど、追加の化学固定が行われることもある。ホルマリン固定は、組織中の mRNA、ミナ、DNA を劣化させる。一方で、ホルマリン固定され、パラフィンされた組織から、抽出、増幅、分析された核酸は、 細胞内のプロトコルを正しく指定できることが分かっている。は、クリオスタットと呼ばれる冷凍機を用い、組織標本を急速に固定、標本化する技術である。この方法は、癌の切除手術後によく用いられ、癌が確実に切除できたか判断する迅速診断を可にしている。組織処理の目的は、組織から水分を取り除き、 白片加工できるように組織を固体化させる物質で置き換えることである。生物組織を白片にするためには硬い機質で指示されることが必要である。光学顕微鏡用の白片は5マイクロメートル、電子顕微鏡用の白片は80から100ナノメートルのものが一般的である。光学顕微鏡用の切片にはパラフィンが最もよく使われる。パラフィンは 生物組織の主成分である水と混じり合わないため、水分は処理の段階で最初に取り除かれる必要がある。濃度の異なる複数のエタノール溶液層に入れられることで、飼料の脱水が行われる水層のエタノール濃度は次第に高くなる。次にキシレンなどの素水性洗浄液でアルコールが取り除かれる。最後に溶かしたパラフィンワックスが組織に浸透され、 キシレンときる。パラフィンワックスは電子顕微鏡用の切片を作る硬質としては不十分である。このため代わりに樹脂が用いられる。エポキシ樹脂が最もよく利用されるが特に免疫染色が必要な箇所ではアクリル樹脂も利用される。樹脂で包埋された組織の極薄切片は光学顕微鏡用にも用いられる。エポキシ樹脂 アクリル樹脂の大半は水と混じり合わないが、これは組織の脱水に必要なもので、この脱水過程ではエタノールが併用されることが多い。組織の脱水、洗浄、放埋剤の浸透が終わったところで放埋過程に移る。この過程の間、組織飼料は硬化する液性放埋剤、寒天、ゼラチン、ロウなどと共に異型に入れられる。パラフィワックスの場合は、 冷やすことで、エポキシ樹脂の場合は、熱することで硬化する。アクリル樹脂は、熱、紫外線、化学触媒などで重合する。組織資料入りの固化したブロックは、次に白変化される。ホルマリン固定、パラフィンホーマ埋組織は、室温で保存してもほとんど変化せず、固定後は、DNA や RNA などの拡散も劣化から守られるため、ホルマリン固定、 パラフィン放米組織は医学の歴史学習、組織学実習などにおいて重要である。放米には冷凍し固定していない組織を水を元にした保存液につける方法もある。冷凍前の組織を液性放米剤と共に鋳型に入れ、硬化したブロックを作るために冷凍させる。この場合液性放米剤にはグリコール水溶液、オクと TBS、クリオゲル、 樹脂などが用いられる。光学顕微鏡用の切片には、ミクロトームに据えられたスティールナイフが用いられ、4マイクロメートル程度の厚さに切られた組織は、スライドガラス状に乗せられる。透過型電子顕微鏡用には、ダイヤモンドナイフ付きのウルトラミクロトームが使われ、直径3ミリメートルの銅製グリッドに乗せる、50ナノメートルの切片が切り出される。 薄切りされた資料には適切な染色が施される。切片は組織を様々な方向に切って作られる。組織の病理学評価には垂直切片、組織表面と垂直に切断し横断面を作るを使うことが一般的である。組織の水平切片、もしくは横断切片は毛穴や毛脳視線の評価に用いられる。水平接線切片は矢の際に利用される。 組織をを凍凍ららせ、冷凍機に据えられたミククロトームでで、ああるるる。リオスタットで切片を作る方法があるこの際組織は固定されていても未固定でも良い。凍結切片はスライドガラス状に乗せられ異なる組織との差異を際立たせるため染色を行うこともある。固定されていない凍結切片は組織や細胞内での酵素極剤を調べる研究に利用できる。 抗体を用いた免疫系候法ともなどの処理を行うためには組織の固定が必要である。凍結切片法は手術中に患者の腫瘍が悪性化判断する際にも用いられる。生物の組織が元々持つコントラストはあまりに弱く、光学顕微鏡や電子顕微鏡ではほとんど判別ができない。染色は組織の特殊構造を強調するだけでなく、 組織にコントラストを与えることができる。染色の基礎をなす機械論を理解するためには組織化学が用いられる。ヘマトキシリンとエオシンによる HE 染色は組織学や組織病理学での光学顕微鏡観察に最もよく活用される。塩基性染料のヘマトキシリンは核酸と結合して細胞核を青青紫色に染める。酸性のエオシンは 細胞質をピンクに染める。電子顕微鏡用に組織のコントラストを上げるには、酢酸ウラニルとクエン酸ナマリンが使われる。選択的に細胞や細胞成分を染色する方法は他にも多数存在する。一つは、眼周炎部やサージカルマージンを染色するもので、資料前後の境界面を別々の染料で染め分け、サンプル中での眼や、 その他の美容の位置を分かりやすくするものである。他にも、サフラニンや、コンゴレッド、ファストグリーン FC 界、銀塩、さらに多数の自然、人工染料が染色に使われる。これらの染料は、織物産業の発展に伴って誕生したものが、多い。組織科学は、実験室の科学薬品と組織内物質が、どのように、化学反応を起こすか研究する学問である。 組織科学で最も用いられる手法は、法で、ヘモクロマトーシス、鉄化上昇の一種などの鉄沈を見るために用いられる。組織学の標本は、放射線を用いて解析されることもある。では、スライド、組織科学的に染色されていることもあるを、放射線にかける。オートラジオグラフィーは、放射性同位体が、体内のどこに移動したか可視化する技術である。 DNA 複製が行われるエスキに取り込まれるトリチウム化、チミジンを検出したり、陰出ハイブリダイゼーションで放射性ラベルされた核酸プローブがどこに結合したか調べることで可視化ができる。顕微鏡レベルのオートラジオグラフィーを行うためには、スライドを液性核トラック観光入剤に浸し、乾かしてフィルムを製作する。この後ろ暮らしや検挙法を使い、 フィルム上の個々の銀粒子を観察する。最近では、タンパク質や炭水化物、脂質の可視化に抗体が利用されている。この方法は、免疫組織化学と呼ばれ、特に染料が蛍光物質である場合はと呼ばれる。この技術は、顕微鏡下での細胞分類能を飛躍的に向上させた。他にも、非放射性同位体制因質ハイブリダイゼーションなどは、 蛍光物質プローブタグと結合した特定の DNARNA 分子検出する技術である。これは蛍光交代法や酵素活用蛍光増幅、例えばアルカリホスファタージェやチラミドシグナル増幅を利用したものに活用されている。蛍光顕微鏡やは細胞内の蛍光シグナル検知に利用されている。現在では組織学、組織病理学の写真撮影に デジタルカメラが広く利用されている。表中の N、A は染色できないことを示す。表の出典は、その他翻訳時に、追加の出典を加え表中に明記した。他にも日る染色やゴルジ染色が、ニューロンの特定に有用である。プラスチック包埋は、電子顕微鏡観察によく用いられる。組織は、エポキシ樹脂内に包埋される。切片は、 ダイヤモンドもしくはガラスのナイフで0.1マイクロメートル以下の薄さに切り出される。切り出された切片は電子密度の高い染料、ウランや鉛などで染色され、電子顕微鏡で観察される。組織学の歴史は1590年に顕微鏡が発明され、後にレウェンフックが改良し微細な観察が可能となったことから始まる。 17世紀、イタリアのマルチェロ・マルピーギは、生物の微細構造を研究するため、世界初の顕微鏡の一つを発明した。マルピーギは、コウモリやカエル、その他の動物の臓器をいくつか、顕微鏡を用いて分析している。また、肺の構造を研究する過程で、膜構造からなる肺胞や、静脈、動脈管にある毛状の構造を、毛細血管を指す。彼は後に、 キャプルアリーズと名付けているを発見している。彼の発見は人間がどのように酸素を血流に取り込み体中に運んでいるか立証した。19世紀になって組織学は正式な学問分野となった。この時代には生体を構成する組織という概念が誕生し細胞、神経、血管、骨髄、上皮組織などが次々と発見された。ヒストラジーという名称は 19世紀に初めに誕生したと言われる。その後は顕微鏡の性能の向上により発展していった。1906年のノーベル生理学・医学賞には組織学者のカミッド・ゴルジとサンティアゴラモン・イ・カハールが選ばれた。二人は同じ画像の別々の解釈に基づき脳の神経構造に関して論争を繰り広げた。結局、カハールの解釈が正しく、 彼は正しかった自説に対して、ゴルジは彼が開発した染色方法に対して賞を受け取っている。組織には四つの基本分類がある。結合組織、そして上皮組織である。組織の形態はすべて、この四つの基本分類のサブタイプにあたる。例えば、血液は結合組織に分類されるが、これは血球が細胞外気質の結晶。 中を浮遊しているためである。植物や菌類、微生物も組織学的に研究されている。これらの構造は動物細胞のものと大きく異なっている。例えば植物は動物細胞は持たない細胞壁や液胞を持つ。アーティファクトとは組織中の構造や特徴で正常な組織学的観察を邪魔する物体である。 これらはいつも正常な組織に存在するとは限らず外部からもたらされることもある。アーティファクトは組織の外見を変えたり構造を隠してしまうことで組織学観察の妨げとなる。これらは二つに分類することができる。これらは組織の分類より優位な細胞の特徴、構造と考えられていたこともある。一例としては皮膚のサンプル中に含まれるそばかす。 メラニンや、姿勢由来の顔料などである。アーティファクトは、組織の処理過程で混入することがある。処理過程で組織に何らかの変化が起こることは避けがたい。例えば、組織の縮み、洗浄に伴う細胞内物質の流出、色の変化、組織構造の変質などが起こりうる。これらは実験室的に起こることであるので、組織学的処理後に発生したアーティファクトの大半は、 回避や発見後の除去が可能である。一例としては、を行った後に残る、水銀顔料などが挙げられる。正常な組織構造と、処理過程で起こるアーティファクトは、それぞれの組織学プレパラートをユニークなものにする。生物学的芸術のように、これらを映した画像は、人類の体の構造や機能について深く理解する、ことにつながる。これらは、ヒストロジーアート、組織、 学的芸術の意味と呼ばれる。日用品や馴染みの深い物体に見える、組織学的写真、模様は、しばしば SNS や研究者コミュニティに投稿されており、組織病理学の学会誌に掲載されたこともある。組織学は、芸術と科学がぶつかり合う学問分野でもある。ヒストロジーアートは、組織学が細部を重視する、病理医だけでなく、芸術を愛する。 文外観にも賛美されうることを示している。また、組織学や病理学の敷居を下げ、難しい学問として敬遠されないようにすることにも役立っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。